今日は姫の誕生日。はい、よいしょ。よっしゃ、よっしゃ、非人道的に行こう。タバコを吸ってるアニメキャラクイズ。恒例のやつね。芸能人、アーティスト、アスリートね。来て第4弾アニメキャラです。いやー楽しいね、はい、これは。でこれ今回、うん、めっちゃ簡単。あ、ほんま。だと思うので、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、みんなの。せーの、サンチ。ママー、で今回も吸ってる10人、吸わない10人の20人でやってますので。これ簡単かこれ。いや全然むずいけど。これむ全然むずいやん。アンパイ一人しかおらへん。誰？次元大輔。全然むずいんですか。いやいや、簡単よ今回。いや誰っていうのを。まあ、誰ってなったら聞いてください、答えなんで。まあじゃあもうこれもう次元大輔からいこうか。まあ次元大輔からいこうか、これは。じゃあ次元大輔で作ってます。はい、はい、はい、まあ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 、いやいやいや、あるやん、あんぱい。わしず岩を。そうね、うん、さすがにね。わしず岩は知っとる。しず岩を雀荘におる人間全員知っとるから、高いね、わしず丸。まあでも俺この中で確実に分かるのは、うん、ベン・ベックマンは吸っとる。それにしようじゃあ。で、あ、ワンピースね。で、峰不二子も吸っとる。じゃあ、それも行こう。あと、毛利小五郎も吸ってない？これなんだ。あと、かまじいもなんか吸ってなかった？うん、吸っとると思う。あの、ね、吸ってる描写があった人ってことだね、言ったら。もちろん。まあ、そういうことだね。当然、アニメとか作中に出てる。今回、いけそうだな。じゃあ、そのベン・ベックマン行こうやって。ベン・ベックマンは吸っとったよな。あの、赤髪のシャンクスのとこのめっちゃ頭いいやつ。副船長かな、多分。ああ。加えとった気がする。わからん、ワンピースはもう前が分からんかった。俺はちょっと分からない。いやでもこれ 100% じゃない。でも加えとるイメージがある。あ、じゃあ峰不二子行こう。あ、峰不二子は 100%、うん、100%、 100% から行こう。まず峰不二子こっまぐ。はいはいはい、峰不二子はクールを吸ってますね。詳しい。パンパンパンする峰不二子やね。イエー当時イエーイエー。もうない 100%。 はい、 100%。 何？はい、はい、ナルト、シカマル。あ、吸ってました。あの、ソシコとかとね。そう、アスマの意志を継いで吸う描写あったもん。はい、吸い始めました。あった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 。被弾をね、自分タバコでパンツで殺しましたから、最後。いや懐かしいね。いや懐かしいな、よかった。俺でも分かれた。あった。はい、シカマル。シカマル先輩。あ、簡単簡単。うわ、おい、お前のバイアスかなかかっとんな。当然、あ、当然よ。リツコ分かるかもしれんわ。え、リツコ吸っとるやろ。吸ってそうよね。あ、これでもトラップかもしれんな。結構さすがにミサトがタバコ吸っとるイメージあるから。冬月構造は誰なエヴァ。まあ、光玄道の側近というか、あの、横に置く人。結構影薄いやつやん、絶対。いや、そんなことはない。知らん、マジ。めっちゃ重要人ですよ。いや、でもカマジーは吸っとったと思うよ。カマジーはもうなんかプカプカしてるイメージあるもん。じゃあカマジーよ。カマジー、あの、キセル吸ってない？うん、なんかそんな感じやったような気がする。でもさすがに吸っとるよ、かまじいは。じゃあかまじいで。かまじいで大丈夫でしょ。かまじい。え、怖っ。吸ってる人ないんすよ。嘘やろ。かまじいが。え、なんかプカプカしてなかった。あれ、こんな回しながら、なんかプカプカしてるイメージあるよね。あれ、体は正直なようやな。早いってな。やばいよー。これダメだったな。むずいよ。でもベジータとか絶対吸わんやん。吸わんと思うし、リヴァイ兵長も多分吸ってないと思う。吸ってないよな、さすがに。タバコのイメージなんか全くない。ないないない。いやでもこれやっぱジョーコーと俺、あの、アニメの趣味ちゃうから。そのジョジョとか、なんか言うたらそんなに詳しくないところ。ハンターハンターとかあんま知らんじゃん。ハンターハンター読んだだけやん。まあ、でも全部ほとんど読んどんは読んどんや、はい、でもあんまり好きじゃないみたいな。北斗の拳の時は吸ってないやろ。世紀末の世界で、うん、うん、いや俺吸っとる描写見たことない。あ、そっか、お前あれか、まあ、北斗の拳や。全部前回読んどるよ、北斗の拳。あ、よかった、北斗の拳俺はもう分からんからよかった。なるほどね。北斗の拳は大丈夫、任せてくれ。割とじゃあ強めになしやね。強めになしやね。じゃあ毛利小五郎ちゃん。まあありやね。ありやな。赤井秀一は分かる人やな。スナイパーとかやっぱそう、軍人とかってさ、やっぱ喫煙率高い。高いな。吸ってとか、うん、吸いながら似合うよね。めちゃくちゃ似合う。丈太郎、学生のやつってか、高校生のやつ。学生の帽子取ってる。ジョジョの代名詞、スタンドっていう風なものが出た一番最初のショーが、このジョジョ。スターダストなんとかの人。あ、スタープラチナ。スタープラチナの人。え、でもディオってずっと出てくるよね。そうやね、不動不死やね。でもどっかでは吸ってそうだな。吸ってそうやな。いや、
わしずちゃうやっぱり、まあ、わしず。いやこれもわしずは割とこの中やと安パイな方かもしれない。わしず行こう。わしず行こうか。わしず岩尾でお願いします。すいません、作中にする描写一切ありません。赤に出せるシーンはいっぱいあるけど、めっちゃ簡単言っとったから、バリムズい、バリバリムズ。いや、これは大竹大志、アーシュー空水艇でいいなぁ。もう無理よこれ。ベンベックマンっす。あ、ベンベック怖っ、怖っ。もう全部そのじゃあベンベックマン一人取るよ、確かに4年加えとるよね。これまあ俺実績はこれ毛利小五郎かな、か斎藤はじめ、あとレオリオも俺吸っとると思うな。え、亀仙人はどうな、俺マジドラゴンボールあんま知らない。いや亀仙人がタバコ吸いよる描写見たことない。そういうイメージマジないな。ベジータの嫁もブルマは偽善者よね。うっそマジか。てかドラゴンボールでタバコの描写あるイメージマジないな。ないな。実はあるんじゃん。ベジータの嫁ブルマなんや。いやそっからかよ。いやレオリオ俺かなりいいと思う。レオリオはもうだって加えとるよ。うん、やんな。知らんけど。レオリオ。吸ってない。え？入れんなよそんな。お前レオリオ。お前あからさまに吸ってそうだよ。入れんなよ。まあ入れた理由としては、ですね、渋いアニメキャラランキングで。割と上位にいたもんで入れました。でも毛利小五郎はすっとろくね。事務所に廃材あるやろあれ。じゃあディオと亀仙人50-50。ディオと亀仙人はどっちか吸っててどっちか吸ってない。終わった。最悪なやつや。終わった。一番最悪なやつだ。これやば。いやもうでももうどっちかには俺やけど行こう。どっちかは、うん、そうやな、うん、じゃあディオお願い。で、ないです。やばいだろ、ことごとくやばい。カメセンスとか、カメセン人ね、噂によるとバキストを吸っとるって言われたね。これむずい。お前これ簡単とか言った。やばいってマジで。カメセン人は吸っとるくない。答え見たらわかる現象よ、それは。いや、それよ。そうだね、これはすごいね。え、でもさ、ディオ罰のやったらもうジョータロウは無理じゃない。なるほど、さすがに。っていうか、だって逆に言うと、うん、もう罰あと一人だけない。あ、でも何言ったん、ちゃうヒント欲しいっすか。欲しいです。まあ言うなら、コナンってまあまあ喫煙率高い漫画やって。そんなん言うやったら両方すごいな。両方あるな、これな。両方やな、両方あるな。これでじゃあ一応毛利心から言ってみる。そうやな。俺の推しは毛利心。俺は毛利心でいいです。これを聞いた上で、うん、じゃあ毛利心で吸ってますね。うっさ、お前なんか言い方。ね、うわぁ、うわぁ、やばかった。今のがヒントになるっていうのはそういうことだよ。そういうことよ、そんな。しかも、でも普通に赤井秀一の方が俺吸ってそうやなと思っちゃったっけ。あ、スナイパーやろ。そうそうそう、赤井秀一や。敵の組織やろ、赤井秀一。でも、うわぁ、いや、ここ罠やったな、マジで。いや、危ない、これ絶対ヒントなかった、分からんかった。分からんかったわ。もうこれ、丈太郎行くべきじゃない。いやな、思った。確率的に言うと、丈太郎が高いな。ジョジョに聞こえませんでした。うるさいよ、うるさいよ。行こうか、丈太郎。よし、行きましょう。空城丈太郎。空城丈太郎で。まあ、っていうところですか。はい、いいですか。あ、はい。あ、は、はい。え、はい。は、は、はい。吸ってます。うわぁ、ザガキだー、これマジで。もうタバコを吸った敵を倒すシーンがあったりする。あ、まあ、そんなバスバスだよ。うん、タバコを吸って、え、もう序盤から吸いよった。で、吸って吸いよった。なんか4本ぐらいに同時に加えたりする描写もあったり。ジェット大輔です。リツコってなんかずっとポケットに手入れとんよ。あー、で、まあ、ポケットに手入れとって、こう片手こう吸う、想像できるんよね。できるね。あのポケットには多分タバコが入っとんじゃないかな。なるほどな。そう、でこれちゃんと全員吸ってそうな選んどるよな。そうなんよ。どっちかやと思うな。でもこの感じエヴァは。じゃあ自分が作者やとしたらどっちに吸わす。リツコやな。もう決めよう。これリツコでも間違えたらもうしゃあない。これてかリツコにはね、吸わした方がええど。うん、確かに。監督よ。ほんまにマジで。庵野秀明さん。庵野さん。赤丸吸っとってリツコは。うん、じゃあ赤木リツコ正解。うわっしゃっしゃっしゃ、めっちゃ嬉しい。プラス1。うわー、やばい。プラス1でここまで来たら初じゃない。やばいな。その研究室にもうパンパンのピクシーガーが。あー、そういう描写あるんや。昨日の夜から
君がいなくなって24時間が経った。斎藤はじめって結構人気キャラっていうか、めっちゃ強いやつよう出てくる。もうこうやって刀構えてこれがよう出てくる。めっちゃ出てくるね。映画でも結構出てきた。まあなんていうか、元ライバルであり良き味方。歯がね、逆側についてる刀ね。そう、酒場とソニックに出てくるあの赤い速いやつみたいな。いや、わかんなわかんな。はじめか、これ。はじめよ、はじめ行こうか。はじめにしようか。はじめ社長もタバコ吸いましたみたいな動画出しとったし一時期流行ったそういうやつ。じゃあ斎藤はじめで。斎藤はじめは誰もマジで勝ちたい。振って See you next 今せっうわーマス炊いて泣いて自分に貸す判では言い訳だって。高んでバッてどうかパンナサンデーなんてやって、そんなこんなどうして。